標識発見、芝山湖 1.1 と大山灯台 0.3。 このままこっち行ったら大山灯台ってことですね。この右行ったら芝山湖。そこテープありますもんね。金山のとこ通っていこうかな。じゃあ芝山湖方面に行きます。ということで登り直してきましたと、はい、今日26番と、はい、26番からスタートして、そうです、26、27、うん、でもう着いちゃったんですけどこっちか、右が26番ですね、で左が27番です、はい、と登り直し会、じゃん。石英っぽいです。石英さん、うん、石英さん、キラキラしております。すごい綺麗、うん、できるんですかね、オブジェが。これが結晶化したのがクリスタル、あ、水晶、そうなんだ、です、です。出てきた。いいじゃん。なんでもないとこでこけた。なんでもないよ。ああ、やっぱこう見ると大山灯台編が懐かしいですね。懐かしいですね。ここ通ったもんね。ここ通りましたね。やっぱり秋がいいですかね。26番と27番のお地蔵さんを、はい、そこから下ってきたら。岳山だったっけ？金山の方に行ったらいいみたいなんだけど。ですね。大山灯台の方から下ってきたので。こっちの矢印何もないの。左行ったら芝山湖。その以前間違えた、道間違えた時はこっち下って行ったんですよね。そうだよね。で、お寺さんに着くんだけど。大山の方に行っちゃったから。次が28番か。28番は芝山湖方面だから、こっから左に行くってことですね。ここ来ましたもんね。こっちにレッツゴー。
大山灯台編でもここは撮影しているんですが、一応もう一度、金山、金山跡、昔はここで金が取れました的なね。降りました。体調降りましたね。なんかここ怖いね。転げごと落ちていきそうじゃない？ここね。ここごと。絶壁ですよ。ここごと。この木ごとは。木ごと、まあ落ちそうですけどねこれね。わーってなって、この根っこでなんとかあれなんかな、でも。あら。いける？って言いながら降りてきましたみたいな。これ掘ってあるってことですか？掘ってある。そう。あ、すごい。掘った後。あ、ほんと。え、こんな。こう掘っていったってことですか。何も見えない。という金山跡でした。すごい、コンクリートブロックが。じゃん、レッツゴー。よいしょ。金山からしばらく歩いて、この先が砲台跡だった。そうですね。こっから回れ右。周りに行き止まりね。行き止まりだけど、でこっちにお地蔵さんあったんですよね。こっちにね。こっちもあったの。こっち28番ちゃいます。じゃあね。レッツゴー。違ったっけ？なかったっけ？あれは広大跡。広大跡。明治時代ですか？幕末？幕末時代の砲台跡だったんですね。以前来た時は分からなかったですけど。あ、お地蔵さん発見。落ちてそのままだったね。ああ、なるほど。あ、ぴったりあった。あ、ここだ。落ちるっすか。うん、落ちる。落ちちゃきましたよ。エグザイル観音、懐かしいですね。
青い。青い。めっちゃ綺麗。めっちゃ綺麗。ここは間違えないようにと下れますが、ここの細道入りますと。大丈夫ですか。やってもうた。大丈夫ですか。今危ない。今石にこっちに行くとこでしたね。取ってた。あの大丈夫です。バッチリバッチリ取ってました。バッチリ。めっちゃ隅だ。危ない危ない。韓国人でもですよ。今のところもあのスロー再生した時に。まさかの。31番行けます？ 31、32、33。これまで移動しましょうか。あの大日堂までちょいと車で移動、はい、出た。よいしょよいしょよいしょ。到着。ここはここ、あ、なるほど。なるほど。実はこれトイレみたいな。でも電池がなくなりそう。隊長トイレ中です。気持ちよさそうですね。実はこれトイレだったっていうね。ウレションしちゃった。嬉しかった。ウレション。すずちゃん。嬉しかったよ。すずちゃん。眠い眠い。うん。眠いもん。眠い。ふんってされた。はい。すごい手が抜ける時期の。サービスショット。やっぱりオスがいいって。それあなたがしたやつ。それあなたがしたやつ。あんたの。だいぶ年です。もう12、13年ぐらいになってます。かわいい。ボンボン。舐めんといて。